手前です。今回なんですけども、ファイナルファンタジー16、良好という話をしていきたいと思います。はい。まあ、結構ね、ここ最近、FF16 の、新情報がめちゃくちゃどんどん出てきて、お、なんだなんだなんだと思って、ちょっと僕びっくりして動揺していたんだけど、まあ、多分皆さんもいろいろ情報を見たと思います。で、まあ、その結果、FF16 というゲームに対して、どういう感情を抱いたかっていうのは、ほんと人それぞれなのかなと思うんですよ。結構やっぱ僕もネットのレビューとか、まあそういったね、見た感想、映像を見た感想とかも、まあ見たんだけど、やっぱ人によっては、いや、ねえわこれって言ってる人もいたりだとか、まあ、逆に、いや、全然ありだよって言ってる人もいて、かなり、まあ千差万別というね、ところになってるんだけど、個人的には、割と、まあ、いいんじゃないでしょうかっていうね、ところの感想を抱きましたというところで、まあ、今回はね、そんな FF16 の新情報、まあ、こんな感じのゲームだよっていうところがいろいろなんかお披露目になったんで、まあ、そういった情報を見ていきつつ、まあ、個人的にどう思ったよっていうところをね、話していければいいかなというふうに思いますというわけで、今回もやっていくんで、ぜひ最後まで見ていってくれると嬉しいのでよろしくお願いします。さあ、というわけで早速ですね、いろいろ話していこうかなと思うんですけども、まずはこの FF16 の総プレイ時間みたいなところがね、お披露目になりました。まあ、その、クリアまでにどんぐらいかかりますよ、みたいなところの話ですね。で、それがね、35時間、クリアまでにだいたい35時間ぐらいで、クリアできますよ、みたいな。サイドクエストとかも合わせると、だいたいこう、70時間ぐらいのボリュームになるんじゃないですか、みたいな話なんですよ。っていうところを見たときに、まあ、人間一体どういう感情を抱くかっていうところが、まずね、この評価が分かれるポイントだと思うんだけど、まあ、個人的には、35時間っていうボリューム感に関しては、まあ、全然いいんじゃないかなっていう風に思っています。やっぱりね、絶妙なラインなんですよ。ゲームって、この30時間から50時間ぐらいの間に、まあ、収まれば個人的には、まあ、ちょうどいいと思えるボリューム感で、まあ、安定して遊べるかなっていうところがあると認識してるんで、まあ、いいかなって思ったんだけど、やっぱ人によってはね、もっとボリューム欲しいよね。60時間、70時間欲しいよねって思う人もいれば、やっぱその、ペルソナとかみたいにさ、100時間ボリュームじゃないとやっぱ納得できないみたいな、まあ、そのぐらいの RPG というか対策に関してはやっぱそのぐらいのボリュームを期待したいよねっていう人もいると思うから、まあ、やっぱりね人それぞれ好みが分かれるポイントかなと思うんだけど、まあ気持ちよくなんかだれずに遊べるラインっていうところで言うと、個人的にはやっぱまあ30時間から50時間の間に収まればまあすごくまあいい感じなんじゃないかなって思えるんで、ここはまあグッドかなと、ちょっと思った次第ですね。でもね、こっからする話がちょっと問題で、まあ、そこでかなり評価が分かれるのかなと思うんだけど、35時間うち11時間ぐらいがだいたいムービーだよみたいな話があるんですよ。だからまあ実質このコントローラー持って遊んでる時間っていうのが20何時間みたいな感じになるから、まあそれを持ってどう思うかだよね。もちろんね、ムービーが長くても、その分、ゲームプレイのね、自分が実際に遊んでる時間が長ければ、相対的に、まあ、やった感っていうのが出てくると思うんだけど、やっぱ、ムービーが長すぎて、ゲームをプレイしていないみたいなね、まあ、そういう時間が多いと、ちょっと、だれるというか、なんか、ゲームじゃなくていいんじゃないって思ってしまうこともあるから、まあ、ちょっと難しいラインだよね。ここはもう、ほんと実際やってみないと、まあ、なんとも言えない部分なのかな、というふうに思いました。で、さらに、ここから話を一歩派生させると、そのムービーの最中 QTE がありますよっていう話なんですよ。で、これもまたかなり割れているという状態です。まあ、QTE これ何かっていうと、クイックタイムイベントって呼ばれている、まあゲームのムービー中にプレイヤーを飽きさせないために、例えばなんかものすごいなんかパワーで敵が戦ってる最中に丸を連打しようみたいなやつとか、もう突然入力が求められる四角ボタンを押せみたいなやつで、それが突破できないと急にゲームオーバーになるみたいな、まあそういったギミック結構いろんなゲームにあると思うんだよね。なんかこうゴッドオブウォーとか、まあ、あとはバイオ4とかにもありましたよね。まあ、結構いろんなゲームで採用されているんだけど、まあ、昨今これやっぱね、QTE ってあまり良しとされていないんですよね。まあ、しっかりそのゲームのアクションとか、そのゲームの持ち味として持っているアクションを活かしつつ、ボスをちゃんと仕留めましょうねとか、まあ、そういったところがすごく求められている部分もあって、その QTE で済ましてしまっている大事なシーンを QTE で済ませんなよっていう意味合いを持って、
まあ、結構その QT 好きじゃないよっていう方がいるんだよ。で、この FF16 も QT 採用していますっていう風に言っていて、めちゃくちゃ評価が分かれているという感じになっています。でもなんか話によると、最初の方は QT 採用してるんだけど、まあ、後半の方はあんまなくなってきますよっていう風に言っていて、まあそれの理由が、まあ、序盤はそのアクション苦手な方でも、まあそういった迫力のある展開っていうのを、自分の手で遊ぶことができますよっていう意味でも、そういう演出をしたくて QT 採用してるけど、まあ徐々にそういったものは少なくしていきますよ。最終的にはもうないですよ。みたいな感じのゲームの、なんかそのサイクルを目指していますよっていう風に言ってるんだよね。だからまあこれも実際やってみないと、その QT の割合とかね、どのぐらい QT っていうのが来るんだろうとか、まあそこもわかんない部分なんだけど、やっぱり物としては実際あるっていう感じになるんでしょうね。まあでもね、僕もそのやっぱ QT に関してはあまり好きじゃなくて、まあ昨今のゲームですね、やっぱりもう映像もすごい綺麗で映画チックになっているんで、まあその QT で下手にね、ゲームっていうのを演出しなくても、むしろそのゲームの映像を見せるっていうところにもう振り切っちゃった方が一層いいんじゃないかなって、やっぱ思ってしまう部分もあるんですよ。あんまりその QT っていうところが面白さに直結したっていうのも、今までのゲームの中であんま個人的にも経験としてないし、あとはやっぱ QT の嫌がられるところとして、QT があるがゆえに、ムービーをスキップできないとかも、そういう問題もあるんだよね。開発者の意図的には、QT を採用することによって、まあそのね、ムービーの最中も、まあ息をつかせないというか、もうちゃんと見れてねっていうところを演出したいのかなとか、そういったところもあるんだけど、これに関しては僕も若干否定的ではあります。ただまあやっぱりそのゲーム全体としてどういった作りになっていくのか、最終的にはそういった QT なくなっていくよとかさ、そういうとこもあるから、全然まあやってみなきゃ僕はわかんないんだけど、ただですね、本当に映像に関しては、マジでピカイチだなと、いう風に思いました。はい。というわけで、まあ映像今回ね、結構いろいろ公開されていて、実際のプレイ映像を持って、そのムービーっていうところもあったんだけど、めちゃくちゃやっぱ PS5 の性能をフルに使ってるなっていう感じで、思えるくらいかなり綺麗です。だからまあそういった要素に関しては安定して楽しめるんじゃないかなと、クオリティを感じられるんじゃないかなと思います。まあ結構 PS5 というか、次世代機がこう発売されて、しばらくね、経つわけなんだけど、マジでゲームによって、いや、これ PS5 のゲームかとかさ、これ次世代機相当の画質かって思うゲームもあれば、いや、やっぱここまで性能出し切るゲームもあるんだな、みたいな感じで思うゲームもあって、ほんとね、ゲームおのおので全く違う映像のね、質っていうところがあるから、一概でね、こう PS5 画質って言っても上と下で全く違うかなと思うんだけど、このね、FF16 に関してはかなり上の方のグラフィックあるんじゃないかなというふうに感じましたね。さあ、そして今回個人的にかなり期待してるというか、まあ裏切らないでほしいなというか、まあ裏切らないだろうという発言があったんで、これも触れておきたいんだけど、今作ちゃんと終わってくれそうという話なんですよね。はい、やっぱり FF15 のね、地獄っていうのがやっぱあったみたいで、ものすごいやっぱスクエニにも批判があったらしいんですよ。何かっていうと、真のエンディングは DLC で保管しますよ戦法をやってしまったんですよ。しかもその DLC っていうところも最終的には開発されなくて中止になってしまって、結局何このゲーム状態で宙ぶらりになってしまってるっていうのが今の FF15 なんだよね。まあそういった感じで未完の状態になってしまうっていう、まあかなり FF シリーズのこう汚点を作ってしまったみたいな、ところがあるんだけど、まあそういった状況を顧みて、まあ今作 FF16 では、まあちゃんとしますよみたいな発言があったんだよね。だからまあちゃんと終わってくれるっていうのは、やっぱ一応安心感はあるのかなというふうに思いますし、あとやっぱその DLC で、もろもろね、ストーリーの本筋の保管っていうのはやっぱやんないでほしいっすよね。やっぱ本筋は本筋でメインストーリー、製品版の初期段階で完結しててくれよって思ってしまうんですけども、まあ最近のこのスクエニのムーブを見ていると、全然そういうのもまだまだ可能性としてはあるのかなと思ってて、まあ期待してるんだけど、やっぱ確信には至らないっていう感じかな。まあやっぱここはね、本当にファンの皆さん、ファイナルファンタジーシリーズのファンの皆さんが、懸念してる部分かなというふうには思ってます。まあ、そしてアクション部分に関してなんだけど、これも結構まあ面白そうかなというふうに感じました。まあそもそも前提として、いやこのアクション要素が FF シリーズの意味あんのっていう、FF である必要があるのっていう話は、まあ一旦置いときましょう。僕もそこに関しては若干思う部分はあるんだけど、まあ一旦置いといて、普通にまあアクションゲームとしてしっかり面白そうだなというか、 DLC
DMC、あのデビルメイクライの戦闘部分をね、作っていた人が、今回ね、あのチームに参加して、戦闘部分をプロデュースしてるらしいんだけど、まあ、かなりやっぱりね、その会あってか、戦闘部分は面白そうだなという風に見てて思いました。まあ、結構全体的にアクションゲームっぽい感じがありつつ、まあ、しっかりこう敵の攻撃を避けたり、パリしていくみたいな遊びがあって、かつやっぱりでも DMC みたいな感じで爽快感もありつつ、コンボをつなげていくみたいなところもあって、アクションゲームとしては安定してんのかなという風には見てて感じました。ただやっぱり結構大味なのかなっていうのも見て取れて、なんかそのアクションゲームって言っても、フロム系のね、こう死にゲーとか、そういうのと比較すると、全然このかなり大味で、あっさりしてるのかなという風にもね、思いましたね。まあでも映像見た感じ全体的には手触りは良さそうかなという風には感じたんですけども、ちょっとね、一点やっぱ今回映像、アクション部分の映像を見てて思ったのは、全体的に暗すぎるっていう話なんですよ。これはもしかしたら本当に冒頭だけなのかというか、まあ、今回の動画の範囲内だけの話なのかもしれないけど、とにかくステージ全体が暗すぎて、なんかもうそのダークファンタジーみたいなのにしたい気持ちはわかるんだけど、ちょっとあまりにも暗すぎるみたいな。画面の絵面がずーっと暗くて、なんかちょっとやっててげんなりしそうだなという風にも感じたし、まあ、その全体を通してそれがね、一部分だけで、あとは結構明るいステージもあるようだったらいいんだけど、あの雰囲気でやっぱずっと行くのであれば、ちょっと辛いなという風には感じた映像でしたね。まあ、ここもぶっちゃけやらないとわからない部分ではあるんだけど、まあ、正直、あの映像を見た中で一番の懸念はここですね。あのボリューム感とか、QT とか、まあ、いろんなあの懸念点はあるんだけど、一番僕が懸念してるのは、この暗さの話。まあ、ちょっと FF 史上一番げんなりしそうな絵面だったんで、現状の映像だとね。なんで、ま、終始これじゃないことを祈るばかりですね。まあ、そして最後なんだけど、一本道っていう話ですね。まあ、そのオープンワールドのゲームではないですよっていう風に、まあ、元から言っているんで、まあ、ここについてどう思うかなんですけども、個人的にはもう全然ありかなという風に感じてます。なんかこのオープンワールドに下手にしてしまって、なんかストーリー全体が薄味になってしまうみたいなこともやっぱりあったり、まあ、必ずしもそのゲームの正解がオープンワールドというか、まあ、一本道の上位互換としてオープンワールドが存在しているよっていうわけでもないと思うから、全然ここに関しては、その FF6 が一本道というかね、まあ、オープンワールドにしないっていう選択を取ったことでいいゲームになるのであれば、それはそれで全然いいかなというふうにも感じますし、まあ、ここは全然懸念にはなんないかなというふうには感じましたね。まあ、そんな感じで結構新情報がかなり出てきて、最近かなり盛り上がっていて、さらにまあ体験版なんかもね、発売ちょっと前に配信するよみたいな話もあったり、まあいよいよこう3ヶ月前というところもあって盛り上がりがね、加速しているわけなんですけども、いやまあある種の FF の新作、ナンバリングの新作がね、発売されるってこうお祭りみたいな部分もあるからさ、やっぱこの FF16 が面白いか面白くないかは置いといて、個人的にはやっぱそのイベント感があってね、まあこういう話をするのもまあまだ楽しいかなというふうに思ってるんですけども、まあ結構ね、あのいろんなところを見渡すと、世間を見渡すと、まあこの FF16 に対する意見っていうのはかなりまあ先ほども言ったんだけど、千差万別なんで、まあいろいろあるんだけど、個人的には現状、いやまあ全然普通に面白そうだなというふうにも思いましたし、アクション要素に関しても、まあ別に変なことをしてないというか、すごいオーソドックスなアクションかなと思うんだけど、まあでも別に楽しければ全然いいと思うし、まあ映像もめちゃくちゃ綺麗なんで、まあ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 期待できるでしょうという結果に落ち着きました。というわけでまあ概要欄の方にね、なんかファミ通の方がプレイしている映像とかがあったんで、そちらにちょっと貼っておくんで、まだ見てないよっていう方はぜひ見てみてください。ぜひね、皆さんの意見もお待ちしておりますというところで、今回はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画良かったよ、最後まで見ちゃいましたよっていうそこのあなたや、たまたまね、検索やおすすめからたどり着いたそこのあなた、ぜひぜひチャンネル登録して応援してくれると嬉しいんでよろしくお願いします。このチャンネル毎日ゲーム関連の最新情報とかおすすめのゲーム紹介とかバシバシ動画投稿しております。皆さんみたいなゲーマーに登録してもらえると僕としてもモチベーション爆上がりしますし、あとはねいい情報いち早くお届けできるんじゃないかなと思いますんで、ぜひよろしくお願いしますというところで、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。